はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の英語のルールを覚えようという内容をやっていきます。で、今回ですね、こういう風に穴埋め問題が入ってるんですが、まあ、もしね、できそうな子は動画止めてチャレンジしてもらって構わないんですけど、ぜひですね、一回ちょっとこの動画の説明を聞いてもらって、なるほど、と。覚えた後に動画を最初に戻してね、チェックするみたいな、テストするみたいな感じで使ってもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1個目から、英語のルールやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。じゃあここまでね、動画をもし連続で見てくれてる方だったら、大文字覚えて、小文字覚えて、まあ筆記タイムね、やってくれたかもしれないんですけど、で、英語のルールです。で、次回から実際にこう学校でガツガツ勉強していく内容をやっていくんですけど、それを始める前に、まずこの4つのルールを覚えておいてください。で、英語っていうのは、その他にもルールがいっぱいあります。いろんなルールがある。でも、まず、この4つを押さえてもらって、なるほどと、こういうルールがあるのかと。で、そして、勉強みんながね、英語やっていく中で、あ、こういうルールもあるんだねっていうルールをどんどんみんなの中に足していってもらえばいい。いいかな。まあ、そんな感じで、ひとまず今回これを覚えようという意識で聞いてみてください。で、まずですね、最初、1個目のルールが、文のほにゃららは大文字で書く。で、まず答えからいきましょう。これはですね、文の最初です。英語も日本語と同じように、まあ、文章ができます。文章を書いていくんですけど、例えばここにあります。これ、Hello Everyone と言います。Hello Everyone。意味としては、Hello、まあ、こんにちはって挨拶ですね。Everyone はみんなみたいな感じなので、こんにちはみんなって言ってるんです。Hello Everyone でね。で、これ、今、まあ、文になってるんですけど、基本的に英語って小文字で書きます。難しい小文字の方ね。で、だから小文字をいっぱい書いていくんですけど、でも、文の一番最初のこの一文字、Hello の H ですね。そこは絶対最初は大文字なんです。これが1個目のルール。噛んでる。ルール。これ絶対覚えてください。まず最初は絶対大文字で書くんだぞと、英語は。で、今ですね、ここに2つのマークがあります。まあ、こいつ。これと、これ。で、まず大事な方からいきます。こっちです。これっちの方が大事。英語っていうのは、まあ、日本語もさ、例えば、なんとかします。じゃあ、どうしようかな。なんとかしまーす。丸、みたいな。これで文章書きますよね。この丸と同じです。イメージ。で、こいつの名前が3番で、この点が、ピリオドって言います。こいつね、名前ピリオド。だから、英語は基本的に文章を書いたら、こいつでちゃんと終わらせてあげる。これを書き忘れると、テストで先生に×とか、はい、減点、みたいな。食らってしまうので、必ずピリオドで終わるんだと覚えておいてください。で、途中のこいつです。これは、まあ、使う場面が決まってるんですけど、例えば、今、こんにちは、みたいな、挨拶の後ろに入れたりとか、するのね。まあ、他にもいろんな場面が出てくるんですけど、こいつのことを、名前が、カンマって言います。ただ、これですね、先生によっては、ごめん、大きくなっちゃった。コンマ、という人もいます。まあ、人というか、実は今自分のね、手元に教科書が2冊あるんですよ。2種類の教科書今持ってるんですけど、教科書でも、カンマって書いてる教科書もあれば、コンマって書いてる教科書もあります。確かね、やっぱ元々のその語源が、英語とオランダ語だっけな、の違いでちょっと変わってくるんですけど、まあ、みんながね、なる学校の先生に合わせてもらえたらと思うんですが、自分はカンマって基本的に言ってしまうので、いいかな。まあ、両方の名前覚えておいてください。いいね。これがカンマ。で、これはピリオドね。で、ピリオドはもうほぼ使うから。文の最後。ピリオドじゃない時も出てくるんだけど、それは後ほど説明します。いいかな？まずこれが1個目のルールです。で、2つ目。次は、固有名詞。まあ、こういう難しい言葉は使ってほしくないんだけど、まあ、説明するね。固有名詞の最初は、ほにゃららで書く。これは、ま、上とね、ちょっとね、入れ替わりなんですけど、固有名詞の最初は、大文字で書きます。で、文の最初も大文字。固有名詞も最初は大文字っていう。さっき、文の最初大文字やりましたよね。で、文の最初、この H を大文字使ったら、基本的にはあと全部小文字です。英語は。文の最初しか使わない、基本的にはね。でも、固有名詞、よくね、例えとして出るのは、これ、トムです。人の名前です、トム。
これ組です。これも人の名前です。こういう、まあ、人名ってやつね。人の名前。こういうのを固有名詞。あとは、これアメリカ。アメリカって言うんだけど、アメリカ。国の名前だね。これ東京です。東京。まあ、場所の名前だよね。国名とか地名。まあ、一応まとめて地名って書いちゃおうか。こういうものは文の最初とか関係なく必ず最初が大文字なんです。だからトムの T、クミの K、アメリカの A、東京の T。これは文の最初だろうが途中だろうが、どこで使っても一番最初、あの大文字で書くというルールがあるので、これも覚えておきましょう。で、今、その人名と地名やったんですけど、あとは、まあ、他もあるんだけどね。まあ、余裕があったらこれ覚えておいてください。なぜ赤で書いた？こっちも赤で書いちゃったね。一応色合わせましょうかね。2番だからね。まず、曜日です。月曜日とか、日曜日。日曜日サンデーって言うんですけど、そういうのを書くときも大文字。今、サンデー書いておこうか。サンデーって、こう書くんですよ。だから必ず最初が大文字になりますよ、みたいな。あとは月ですね。月って何月の方ね。1月、2月、3月、みたいな。今3月取ってるから3月書くか。3月マーチって言うんですけど、こういう風に。何月っていうのも最初大文字で書きます。他も出てくるんですが、まあひとまずそうやってね、文の途中で使っても最初が大文字になるやつがいるんだねっていうのを覚えておいてください。これがルール2です。で、次です。この中で一番ややこしくって一番大事かなと思う。まあ全部大事なんだけどね。が3番のルール。ほにゃららの順番で書き始めると書きました。で、これはまあ自分がよく言うやつなんですけど、まずね、ちょっと言葉を覚えちゃってください。英語っていうのは主語プラス動詞の順番で書き始めます。多分ここだけ聞いてもはってなってしまうと思うんですが、ひとまず今言葉で覚えてください。主語プラス動詞の順番で書き始める。で、主語って何ってなったら、その話の主人公だと思ってください。これはちょっと人じゃないこともあるけどね。まあ、その話の主人公です。で、動詞っていうのは動くっていう漢字が入ってるので、まあ、動きを表す言葉です。まあ、動作ですね。まあ、動きを表す言葉が動詞と言います。これは国語とかでも習うんですけど、で、例えをいきます。まあ、2個ね、文章書いてあるんですが、こっちからいきますね。これ、I play soccer。まあ、I play soccer ですね。で、これで、私はサッカーをします。サッカーをするって意味なんです。の文章。習うのはもうちょっと先だから、別に訳せなくていいんだけど、一応はそうなんだと思ってください。私は、サッカーを、する。っていう意味なのね。で、今日本語で私はサッカー、私はサッカーをするって文章書いたんですけど、この日本語で考えたとき、私は、この文章の主人公、私ですよね。だから、この私はが主語なんです。で、動きを表すの何かっていうと、するなの。するっていう、こいつが動詞になります。みんな他の文章を考えてもそうなんですけど、日本語でね。例えば、私は英語の勉強をしますとか、も同じですけど、日本語っていうのは主語が最初に来るんですよ。誰がっていう、主人公が先に来る。基本的にね。で、その人が、ほにゃららを何かをします。勉強する。料理するとね。が、一番最後に来るんですよ。日本語っていうのは。でも、英語は違くって、この I play soccer。これ、I。こいつが、私はって意味を持ってます。I がね。この play。これが、ほにゃららするって意味を持ってんの。で、最後、サッカー。これもサッカーですね。だから、主語。まあ、これは同じなんだよ。最初がね、主人公が先に来るんですけど、何したのっていうものが先に来ちゃうの。だから、主語プラス動詞って順番で英語は書き始めます。日本語と違うの。いや、これがすごく大事。で、もちろん、これから勉強していく中で順番が変わることもいっぱい出てくるんだけど、
英語の基本は主語動詞って順番で書き始めるんだよねっていうのを覚えておいてください。いいね、絶対ではないけどね。こういう風に挨拶さ、こんにちはみんなって、これ主語動詞とかないんだけど、まあこれをルール覚えておいてください。で、もう一個、これ I am Yuki、 これ次回の勉強から始まる大事なものね。これ I am っていうのがあるんですけど、これで私は名前ね、ユキですって、私はユキですっていうのを言ってます。 I am Yuki っていうね。で、これは I は同じ、こいつは私はなので、この am っていうのがね、まあ次回の動画で詳しくやりますけど、こいつがほにゃららですっていう意味を持ってます。まあほにゃららがあるって意味を持ってるんですけど、今はですで押さえましょう。ほにゃららですね。で、この今ユキは名前ね。で、さっき言ったように文の途中で来てるけど人の名前だから青で囲っとこうか。こいつは大文字になってます。ここね、人の名前だから最大文字っていう、まあ、ちょっと話がそれましたけど、この私はユキです、ほにゃららですっていうのも動詞に入ります。いい、これ英語の特徴ね。ほにゃららですが動詞になるの。まあ B 動詞っていう名前がつくんですけど、まあそれはまた次回、いいかな。まあ、ひとまずここで押さえてほしいのは、英語の書く順番は、主語プラス動詞、主語動詞っていう順番で書き始めるんだって。それが基本的なスタイルなんだっていうのを覚えておいてください。では、ラストですね。で、ラストは、そのね、英語の文の種類についてなんですけど、これ、上が疑問文って言います。ちょっと漢字難しくてごめんね。疑問文。こっちが否定文です。で、英語っていうのは、英語だけじゃないですけど、この三つ、まだ一個書いてないけどね、三つの文に分けられます。で、その一個が疑問文。で、疑問文ってどんな文なのって、それを覚えてほしくって。疑問文っていうのは、まあ疑問ってさ、日本語で使うからね、イメージしやすいかもしんないけど、疑問な文なんで、質問する文なの。この、私はサッカーをするとか、私はユキですって質問してないじゃん。もし質問するんだったら、じゃあ例えば、あなたはサッカーをしますか?みたいな。これ質問だよね。そういうのが疑問文です。質問する文ね。で、さっき、英語はピリオドで終わりますよっていう話をしましたけど、疑問文、質問する文の時は、最後。ピリオドじゃなくて、ハテナで終わります。こいつ、クエスチョンマークって言います、名前が。クエスチョンマークね。ハテナでいいじゃんって思うかもしんないけど、たまに先生名前出すから気をつけてね。クエスチョンマークです。だから、これで終わるときはピリオド使いません。最後がピリオドの代わりにこいつを使ってください。いいね。これが疑問文。で、もう一個、この否定文っていう方は、ほにゃららではありません。つまり、ほにゃららじゃないよっていう文を作りたい。いい?それが否定文。例えば、私はサッカーをするじゃなくて、それをではありませんをくっつけたら、私はサッカーをしませんって、しないよって言うとき、そういう文を否定文って言います。で、これからびっくりするぐらいに使うから、疑問文、否定文っていう言葉いっぱい出てくるから、ここで意味を押さえてほしい。で、否定文。こいつはこの文を作りたいときのアイテムが決まってて、否定文って言ったら、文の中にこの単語が出てきます。not、not って言います。今は、あ、そういうのは使うんだね。で、いいから、覚え方は。ただ、こいつが否定文のアイテムなんだっていうイメージをね、今押さえておいてほしい。いいかな?これが疑問文と否定文。で、さっき文の種類が3種類あるって言いました。もう1種類は、こう書いて、肯定文って言います。肯定文。で、これ何かっていうと、これは普通の文です。つまり、私はサッカーをするとか、私はユキですって、こう今までやってきて、こういう文が肯定文。で、こいつら、この肯定文がもともとあって、じゃあそれを質問しようって、質問に変えたら疑問文だし、ほにゃららじゃないよって、サッカーしないよって、言いたかったらそれが否定文に変わるよっていう。まあ、この3種類ですね。があるってことを押さえておきましょう。はい、という感じでね、4つ以上ルールやりました。で、細かいとこ例えば足すんだったら、今英語書きましたよね、文章書いた時に今 I と am と Yuki っていう3つの単語を使ってます。
それを一個ずつこのちっちゃい隙間を開けます。これもルールです、実は。うん、まあ、あえて今回このなんか中には入れなかったんですけど、隙間を開けてください。だから I am ユキみたいな、全部くっつけちゃったら罰です、これは。いい。あと変におい遠いよみたいな、こんなに開けなくていい。まあ、小文字1個分ぐらいかな、ちょっといい感じに隙間が空いてるといいので、まあ、これは慣れてくれば絶対大丈夫、隙間に関してはね。まあ、他にもね、最初にも言ったようにルール細かいのたくさん出てくるんですが、まずね、次回から本格的な勉強が始まる前にこの4つのルールぜひね押さえておいてください。では今回はね、英語のルールやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。